ウィナーズ・ドンとユーズ・ドラッグス表示画面、勝者はドラッグに頼らないは、1989年から2000年までの約11年間、北米市場のアーケードゲームに表示が義務付けられた薬物撲滅スローガンである。スローガンは、ゲームのアトラクトデモ中に数秒間、FBI の紋章と当時の FBI 長官、ウィリアム・セッションズの名とともに、全画面表示される。 第四代 FBI 長官、ウィリアム・セッションズ・ニクソン大統領時代に始まり時の、レーガン大統領が対策を強化した、麻薬戦争の一環として、1987年に FBI 長官に就任したセッションズは、青少年を対象とする薬物、乱用防止プログラムを立ち上げた。その命を受けた、FBI 広報官、ボブ・ダ・ベンポートが、元 FBI の友人で、 アメリカアミューズメント施設協会の会長、ロバート・フェイとの会食で任務について語ると、フェイはゲームにスローガンを表示することを提案した。FBI 時代に海賊版ビデオゲーム対策を指揮したフェイの業界への影響力は強く、国内外の主要なアーケードゲームメーカー20社がスローガン表示に合意し、輸入されたすべてのアーケードゲームにスローガン表示を義務付ける法律も可決された。 スローガンは、弱年層にも理解しやすい簡潔さを目指して、考案され、表示画面はその旨が一目で明快に伝わるように、設計された。プレイ中ではなく、アトラクトデモ中に表示するのは、無料で繰り返し見せられるためである。ピンボール機においては、ドットマトリックスディスプレイに文言のみが表示された。この施策は1989年1月10日に、FBI が開いた。 記者会見で発表され、麻薬戦争への関心が薄れ、北米アーケードゲーム市場も衰退した2000年頃に幕を閉じた。リサイクルイット、ドントトラッシュイット、表示画面同様の施策として、アメリカ合衆国環境保護庁によるリサイクル促進スローマン、リサイクルイット、ドントトラッシュイットの表示が1992年から試みられた。意図せぬ副作用として、 スローガン表示の有無はゲーム基盤が北米市場向け正規流通品否中の識別に役立った。他国市場向けゲーム基盤にはスローガンが含まれないため、その非正規輸入品や複製品が北米で稼働していればいわは明らかである。王子を忍ばせる大衆文化の一つとしてスローガンは様々に引用、パロディ化されている。コンピュータゲーム、スコット・ピルグリム VS The World, The Game の Winners Don't Eat Meat やテレビアニメ、フューチュラマの Winners Don't プレイビデオゲームズなどありがとうございます。